ちょっと戦闘が多すぎないかね、少年。年寄りにはちょっときついよ。そう？僕たちいつもこれくらいだよ。若者のペースに合わせてると確実に死ねるわ、俺様。年寄りのペースに合わせてやろうか。どれが年寄りよ。大丈夫よ、まだお若くていらっしゃるわ。そうそう、分かってらっしゃる、ジュディスちゃん。自分で年寄りって言ったくせに。分かってやれよ、あの年頃の親父は繊細なんだ。俺様としたことが大きすぎるミスを犯した。こんなことならもっと早くに乗り込んでくるべきだった。え、ちょっとちょっと、誰かおっさんを黙らせてよ。ミスって何です？よくぞ聞いてくれました。ユーリよりも先にそちらのクリティア族のお嬢さんに出会えていれば今頃二人は止まれちゃう。ちょっとリタやりすぎ。何、文句あるの？ ないです。やっぱりおっさんにとっちゃ俺との合流はどうでもよかった。私はユーリが無事ですごく良かったと思ってますよ。そりゃどうも。あんたも槍使うのね。ってことは誰かあなたのお友達も使っているのかしら。そういうわけじゃないわ。ちょっと嫌なやつ思い出しただけ。それってもしかしてあの竜使い？まあね、そういえばちょっとあんた。あ、俺？そう、肝心のバカドラはどこ行ったの？屋上ではぐれてな。無事だとは思うけど。無事でいてくれないと殴れないじゃない。おいおい、それが目的でここまで来ちゃったの？あと、あのバルボスってやつが許せないの。ブラスティアに無茶させてかわいそうじゃない。だからってそっちのお姫様まで連れてくるかね。ウレン、お前も止めなかったのかよ。すまない、ダングレストで入れ違いになったんだ。それで慌てて追いかけてきたってか。リタもフレンも悪くありません。自分から行くって言ったんです。ユーリ一人で行かせたままになんてできません。それに人々に害をなす悪人を放っておくわけにはいきません。そうよね、あなたいいこと言うわ。エステリーゼ様。カロル先生、頼りにしてるぜ。貴重な戦力だからな。うん、もちろん。さあ、この調子で行こう。悪いけど、あんたの素性黙っといてくれねえか。うるさいのがいるんでね。ええ、分かってるわ。その方がお互い目的を果たしやすいものね。この子もあなたたちの仲間？ああ、あんま人に懐かないけど気にしないでくれよ。私はジュディスよ、よろしくね。え、どうしてジュディスが撫でるのは許してくれるんです？ワンコも見るとこ見てるんじゃない？私だって。あら、私の何がいけないんです？行きましょう。熱烈に。あ、待て、面倒。
これならどうだ。余裕さあ、交渉力次も僕が。Thank you.
方法があんじゃない？エアルが必要ね。エアルが？そう、この電動管にエアルを供給すれば動くかもしれない。どうやって？たまには自分で考えたら。わかんないんでしょ？あんた、一度本気で殴らないとわかんないみたいね。ま、待て！いつものは本気じゃないってこと？やめろって。とにかく何か方法を探してみようぜ。槍さばきといい足さばきといい、ジュディスの戦う姿はとても素敵です。あら光栄ね。クリティア族ってみんな学者派だっていうかインドアなはずだよな。そういえばクリティア族って戦わないんです？戦うのがあまり好きじゃないみたい。じゃあジュディスは特別ってことですね。変わり者の変わり者ってわけだ。おかしいわね。そこに敵がいれば戦おうって思うのが普通だと思うけれど。まあそりゃそうか。え、それが普通なんですね。普通だよな。普通よね。普通ですかね。
この塔、下の方は妙に作りが古かったのに、上の方は新しいよな。そのようね。昔からあった建物の上に増築した感じ。こんな場所に塔があるなんて、僕全然知らなかったよ。いつの間にできたんだろう。見たところ上の方は相当新しいし、かなり最近なんじゃないの。バルボスが建てたんでしょうか。ブラッドアライアンスは確かに大きなギルドだけど、これだけのものを作る力はないと思うよ。金はラボーが工面してた。そんなとこだろ。あ、そっか。それなら納得できるね。こんなもんを何で作ったのかはさっぱりわからないままだけどね。いい訓練になりそうだ。油断大敵です。騎士の まだまだ精進が必要だ。相変わらず硬いな。それだから君は仲良しですね。ここも下の方の階と同じみたいね。こいつでまた歯車動かせってことか。こんな大層な仕掛けしてこいつら何守ってんだろうね。ギルドとしてのプライド。
Thank you.
られそうだ。肩の力抜いてね。次も僕。次も僕。
気を引き締め、まだまだ精進が必要だ。相変わらず硬いな。それだから君は仲いいわね。Hey!